映画を10分ほどの動画にまとめたいわゆるファスト映画を無断でネット上に投稿したとして大手映画会社など13社が投稿者2人に損害賠償を求めた裁判で東京地裁は休憩どおり請求どおり合わせて5億円の支払いを命じました投稿した2人はすでに著作権法違反の罪で有罪が確定しているため裁判では損害賠償の額が争点となりました 今日の裁判で東京地裁は映画作品のレンタル価格や投稿された動画の内容を考慮すると原告らの主張通り再生数1回当たり200円,をと200円とするのが相当として請求通り合わせて5億円の支払いを命じました。著作権侵害を行うことの重大さ ペナルティーの大きさを示せたと思いますので、今後の著作権事案に対して、大いなる抑止力になると考えております。